J リーグ入りを目指す FC 町田ゼルビアの特集です。かつて少年サッカーの町と呼ばれた町田、その町のトップチームであるゼルビアにも子どもたちを大切にする気風が息づいています。選手たちも J リーグ昇格への勇気を子どもたちからももらっているようです。今月2日、 FC 町田ゼルビアは町田でのホームゲーム FC 琉球戦に臨みました。試合は FC 琉球に2点先行される展開。終了間際に木島亮介選手が意地のゴールで1点を返しますが、1対2で敗戦。今シーズン初黒星に、試合後の相馬直樹監督も厳しい表情でした。選手たちは本当によくやってくれています。これをね、勝ちにできなかったのは、僕の力のなさかなと。それでもゴールデンウィーク中のこの試合、スタジアムは6500人余りが訪れ超満員。スタジアムには多くの子どもたちも訪れていました。子どもたちの姿が目立つのは町田のホームゲームの特徴です。毎試合町田では子どもたちからの声援が響いています。子どもの声援というのは本当に嬉しいので、毎試合本当に力になってます。もともと少年サッカーの街と言われ、少年サッカーが盛んだった町田。その町のトップチームであるゼルビアも子どもたちを大切にしています。その大きな象徴が2004年から続けている2つの活動。一つはサッカースクール。開始当初から現在まで現役の選手が子どもたちを教えるというスタイルで、選手が直接サッカーの楽しさを子どもたちに伝えています。コーチを務める選手の中にはスクールの生徒と同じように町田でサッカーを学んだ選手たちもいます。僕も実際中学生の時はこのグラウンドで練習して、このグラウンドで、いろんなサッカーの楽しさを知ったので、本当にいつか彼らが今教えている子どもたちがゼルビアのユニフォームを着てくれたら本当に最高の、思いですよね。自分もやっぱ小学校の時はドロンコになりながらこのグラウンドでも何回もやったことあるんで、一生懸命ボールを追っかけてたなっていう記憶がすごい思い出します、ね、もう一つはホームゲームの後に行われる触れ合いサッカー。試合後のグラウンドで子どもたちと選手たちがサッカーを通じて文字通り触れ合います。こうした活動は試合や練習の後に行われていますが、選手たちにも力の源になっているようです。スクールで支えられているチームなので、僕自身が子供好きっていうのもありますけど、本当に練習で疲れていたとしてもやはり元気をもらえるので、本当に大切なもんだと思います。16日のホーム流通経済大学 FC 戦。この試合の前の週、ホンダ FC にも敗れ2連敗をして迎えたこの試合にも、スタジアムには多くの子どもたちの姿。試合もこうした声援に応えるように木島亮介選手のゴールで先制すると、立て続けに相手ゴールを襲い5得点、5対1で快勝し連敗を止めました。勝ってよかった。続く23日はアウェーで首位のダイナーレ鳥取と対戦。2位のゼルビアにとって首位奪還を狙う一戦です。雨の中行われた試合は前半、勝俣義則選手が立て続けに2得点を挙げ、2対0で前半を折り返します。しかし後半立ち上がりに失点を喫すると、同点ゴール、さらに試合の最終盤には逆転ゴールも許し、2対3で逆転負け。痛い敗戦で順位も3位に落としてしまいました。非常に悔しいです。
まあ、負けたこと自体が、悔しいわけですけれども、後半の立ち上がりですね、やっぱそこに尽きるかなという気がします。悔しい敗戦を経験したゼルビアですが、30日にはまたホーム町田での試合があります。ここで再び多くの子どもたちの声援も背に受けて、ゼルビアは勝利を目指します。